米ドン山の戦いは、ブリトン人がアングロサクソン人を打ち破った戦い。時期としては、6世紀前後と見られるが、史書によって記述が一定しないため、正確な年代は不明。また、米ドン山がどこにあったかという事実さえよくわかっていない。9世紀頃から、ケルト側の指揮官にアーサー王がいたとされるようになった。様々な資料があるが、米ドン山の戦いが何時、どこで、誰を指揮官として戦ったのか、ということについて正確な記録はない。年代を特定しているものも、他の資料との整合性の問題から直ちにその年代が正しいとは言えない状況にある。米ドン山の戦いについて記述されている最も古い記録は、ギルダスのブリトン人の没落であるが、これによると、戦いはギルダスの青年と同じという解釈がなされるのが一般である。だが、そのギルダスの少年が明らかでなく、それ以外の解釈もあるため特定はできない。また、ギルダスは、ケルト側の指揮官が誰であったかという記述を書いていないため、この部分も不明であり、包囲戦との記述があるものの、誰が誰を包囲したのかすら不明である。また、米ドン山の場所を具体的に特定することもできない。しかし、これでケルト側が勝ったことは、読み取ることができる。時代が下って、9世紀に、年ニュースが執筆した、ブリトン人の歴史においては、米ドン山の戦いに、アーサーが登場している。この書物によれば、米ドン山の戦いは戦場を12回移して、戦った最後の戦場であるという。アーサーについては、この戦いにおいて一人で960人の敵兵を倒したとの超人的な活躍をしたとの記述がある。また、アーサーは王ではなく単なる戦闘隊長になっている。なお、戦場となった場所は、はじめの戦場はグレイン川の川口2番から5番目までがリヌイス地方を流れる川沿いのドゥブグラス、6番が目がバッサスという川、7番が目がケリードンの森、8番が目がグレニオン、9番目がレギオンの町、10番目がトリブルイト川の岸、11番が目がアグネットという山、そして最後の12番が目の戦場が米ドン山であり、アーサーはこのすべての戦いで勝利したという。その結果、一時はサクソン人を駆逐したものの、サクソン人はゲルマニアから援軍を招き、最終的にはブリテンは支配されたという。この12の戦場のうち、7番が目のケリドンの森については、スコットランドのどこかという説がほとんど異論なく、9番が目のレギオンは、ローマの軍隊を意味するので、ローマ軍の駐留地であった、チェスターか、カーレオンではないかと考えられているが、米ドン山を含めて、その他の戦場は不明である。もっとも、米ドン山以前の11の戦闘については、ブリトン人の歴史以外から見ることはできないこと。この時期に、サクソン人が、スコットランドやチェスターのような北部、西部に進出していたその信憑性が疑わしいため、信頼性にかなり疑問がある。そのため、米ドン山以外の戦場については、他の英雄の戦争が混在した、あるいは詩的表現として、霧のいい12という数字を作るための水増しでは、ないかと考えられている。11世紀に成立したカンブリア年代記においては、米ドン山の戦いの年代が516から518年であると記述しており、これを支持する見解もある。しかし、この記述を採用すると、ギルダスの計算などと矛盾してしまう。また、カンブリア年代記にも、アーサーについての記述がある。それによると、アーサーは3日3晩の間十字架を両肩で運んだこと、ブリトン人が勝利したことが簡単に記述されている。また、665年に第2次米ドン山の戦いが行われたことも記載されている。米ドン山の戦い後、しばらく経つと、結局はアングロサクソン人によってブリテンは支配される。これらのことから、アングロサクソン侵入においてある種の転機があったと考えられる。また、非キリスト教的なアングロサクソンの墓地から集められた考古学的資料によって、アングロサクソン人と原住民の境界が500年代において押し戻され、移民計画が中断されたことが示唆されている。アーサー王の業績として資料からほぼ確実と言えるのは、このベードン山の戦いで、サクソン人と戦い、カムランの戦いで戦死、あるいは重傷を負ったということのみである。このため、アーサー王をテーマにした作品では、ベードン山の戦いが取り上げられることが多い。ブルフィンチ版では、ブリトン人の歴史に依拠し、ベードン山及び11の戦場で、アーサー王が、サクソン人を打ち破ったと書かれている。ただ、敵の指揮官が誰だったとか、戦いがどのように展開し、誰がどんな功績を挙げたか、という具体的な記述は書かれていない。映画、キング・アーサーでもこのベードン山の戦いをメインにしている。マリオン・ジマー・ブラッドリーのアバロンの霧では、この戦いでアーサー王が十字架を担いだ、という故事から、ある種ケルト文化のキリスト教需要という契機を持たせている。しかし、意外にも、アーサー王物語の集大成と呼ばれる、マロリー版には、ベードン山の戦いは、一切出てこない。それどころか、アーサー王は、サクソン人と戦ってすらいない。その代わり、ブリテン統一のため自分の即位に反対した王と、戦い、その後ローマ遠征をしたことが書かれている。さすがに、960人は誇張であろうが、ケルト人が、3を、神聖視したことから、3300、320から出た数字というのが有力。ありがとうございます。